こんにちは、こちら兜町内藤証券1階にございます株スタの110より本日は投資調査部の浅井がお送りさせていただきます。よろしくお願いいたします。今日の相場はですね、地利高から、買い戻し含めて、結局日経平均株価190円高で終わりました。トピックスは10ポイント高でございます。というところでですね、中国株、上海株がですね、ちょっと戻り歩調になってきまして、そういったところもあってですね、それから円安ですね、為替の方60銭ほど円安に動いたというところもありました。日経株価は若干ちょっとこの上値抵抗線を試すようなところまで上昇してきたというところです。早速ですけれども指数の方見ていただきますとご覧の通りでございまして、日経株価は190円高、トピックス10ポイント高でございます。それから新興市場の方もですね、それぞれ高くて、大きく下げてましたマザーズ指数なんかも 2% 近く上げているというところです。円相場の方は59銭3時過ぎ時点で、60銭ぐらいの円安になってまして、ユーロの方も40銭ぐらい円安になってます。こういったところをちょっと交換したというところですね。ただ売買代金は盛り上がってません。1兆7600億というところでややちょっと少なめですね。最初は半信半疑というところで、最後はちょっと買い戻しが入ってというところで、まだ本格的に上昇するにはちょっとエネルギー不足というところでございます。指数別では小型株の上げが昨日に引き続いて目立っております。それから騰落レシオはまだこれは中央以下の水準ですね。それから事業種別の株価指数なんですけれども、景気ディフェンシブ、医薬品ずっと強い動き続いてます。引き続き医薬品強い、ほかは情報通信でありますとかサービスという国内、やや内需系寄りの企業ですね。そういったところがとか、あと工業卸売といった、ちょっと、エネルギー関係とかその商品関係とかにの色彩のある業種群がちょっと強かったというところでありまして、下げ業種は7業種でございまして、鉄鋼、非鉄金属、それから機械といったところ、自動車ですね、こういったところがマイナスだったというところでありまして、若干どちらかというと業種で見るよりはどうなんでしょうね、出遅れた小型株とかそういったところが幅広く買われたという感じなんでしょうか。工業株平均、ニューヨークダウですけれども30種平均ですが、こちらの方は昨日はちょっと続落という形になりましたが、引き続き8月高値を抜いておりますので、強い動きが、上昇基調が続いています。ナスダック総合指数もややちょっと行ってこい気味でしたけれども、上場来高値圏で顕著な動きが続いているという状況ですね。半導体株指数はちょっと戻りが鈍いんですけれども、こういった形ですね。10年もの国債利回り、なかなか利回り上がってきません。ですね、ジャクソンホール会議でパウエル FRB 議長が利上げについて言及すると思うんですけれども、こっちの方、市場金利の方はなかなか上がってきません。上海総合指数なんですけれども、政府のがある程度その株価対策取ってくるんじゃないかという見方もあってですね、ちょっと戻り歩調になってまして、今日もこれ昨日までなんですけども12ポイントほど上昇しているという形であります。こういったところがちょっと安心感につながったというところですね。それから同先物相場も昨日はドーンと下がった後下げしぶりの動きになってます。新興国の需要がドル高によってですね、自国通貨安ですねによってちょっと購買力減るんじゃないかということで、ずっと弱い動きが続いてるんですけども、そこ入れできるかどうか、中国株とかと連動するような形にはなってますね。それから円相場の方はご覧の通り、じわじわとちょっと円安方向に動いております。パウエル議長の何て言いますか、利上げ継続発言など期待してというところなんでしょうか。あとは一時のですね、リスク回避の動きからリスクオンに若干ちょっと傾いたというところもあるんでしょう。それから日経株価はご覧の通り、節目となってました2万2500円を若干少し超えました。引けにかけて買い戻しが重なってですね、200日線でありますとか25日線75日線修練しているところを若干上回って、これが直近の平均買いコスト、中長短期のですね、短中長期のですね、平均買いコストをちょっと上回ってきましたということところで、
トピックスの方はこちら一旦ちょっと割れたんですけれども、このように戻り歩調、だからトピックスがこの戻り余地は若干ありますので、その分日経平均ももう一つ上に行く可能性はあるという形にはなってきています。まだ全般的な銘柄数、全銘柄対象のトピックスで見ますと、まだ弱めの動きではあるということなんですね。週足で見ますと、この三角持ち合い的な動きになってまして、これの今上限まで来たというところです。ここを上へ離れれば、離れにつけという相場格言がありますけれども、とりあえず買いで対応するという形になってますが、まだ明確な今日引け時点ではまだ明確なシグナルは出ておりません。海外投資家の売買動向ですけれども、6968億円の売り越しということで大幅の売り越しになりました。これは先週の分ですけれども、先物が3518億円の売り越し、現物が3449億円の売り越しで、トータルでこれだけとなってまして、3週連続の売り越しでございます。それから EPS ですね、予想 EPS は1723.91円ということで、この5月9日を少し上回ってきてます。こちらの特にその225種採用銘柄で情報修正とかないんですけれども、例えば株式の焼却でありますとか、それから自社株買いが幅広く行われてますので、そういったところの株数の減少で EPS が、株式価値が上昇したということが言えるかと思います。まだ PR は13倍、昨日現在13倍ですので、そういったその景気動向とかですね、先行きにちょっと多少安心感出てくればもう少し上まで買われてもいいかなという形で、ですね。業種別の株価指数の動きですけれども、引き続き医薬品のディフェンシブは強い動きでありまして、内需系はちょっとここのところ弱かった建設不動産とかですね、それから新興市場とかも含めてですけれども、ちょっと下げ、渋っているという形で、相対的な弱さがちょっと薄れてきているというところです。外需系は横ばいが非常に多いんですけれども、そうですね、ほぼ、機械とか電気意外と堅調というところですかね。急用機器がちょっと下向い、ちょっと短期的に下向いているという形です。さて今日の銘柄なんですけれども、今日の前場、ちょっと試しにちょっとやってみました。今日の前場の売買高大幅増加銘柄から選択しました。ご覧の通りです。2413の M3 ですね。こちらの方は製薬会社のマーケティング支援で医薬品の情報サイトを運営している会社であります。9月末で1株2株に分割を発表しています。ラクーンは小売店とメーカーを結ぶ電子商取引サイトを運営してまして、決済サービスなんかもやっております。ハウスドゥはですね、不動産売買の仲介の会社で、配当成功 30% 以上が目処というふうに掲げています。セックは何度か出てきてますけども、システム開発の会社でロボット向けとかですね、自動車の車載向け、自動運転とかも含めてですけれども、そういったのをやってる会社、手掛けてる会社でありまして、7月23日に、中間、の利益を情報修正してます。から DIT デジタルインフォメーションテクノロジー、ちょっと長いですけども、略して DIT 略称です。独立系のソフト開発会社で、業務ソフトのほかですね、車載とかの組み込み、それから IoT 関係のモバイル組み込みソフトの開発をやってます。からサイバー攻撃対策の自社開発ソフトが大きく伸びているということで、そういった社債向けとその自社開発ソフトが大きく伸びているということです。ちょっと株価上がってきてますね、注目しています。 IBC、こちら企業向けのシステムとかネットワークの情報監視システムソフトの開発です。ブロックチェーン技術なんかの研究しているということですね。カナミックネットワークは医療とか介護分野に特化したクラウドを活用したサービスを提供している会社。レックスは企業向けの販促支援グッズ企画制作してます。株価ちょっと上がってきてますね。クイックは求人広告の企画制作、人材紹介やってまして、サイボーズは企業のグループウェアのソフト開発、6月27日に通期、12月決算ですけども情報修正してます。平田機構ですね、こちらの方液晶フラットパネルディスプレイとかの搬送装置とかをやってる会社、製造してるメーカーですね、自動車とかの搬送装置とかですね。有機 L パネル向けの装置が不振なんですけれども、株価ちょっと戻りつつあるというところでしょうか。 iPhone というのは伸び悩みなんかもあったんですね。第一成功上期決算がですね、増収 54% 減益なんですけれども、計画未達でした。下方修正しています。ただ下期はですね、自動車向けが引き続き好調ということと、それから下期スマホ、中国のスマホとか日系のゲーム大手、それからアメリカの大手の
の、 その、まあ、モバイルメーカーのタブレット、それからノート PC 向けが伸びるというふうに見込んでまして、下期回復の見込んでます。あとエアコンが売れそうな富士通ゼネラルとか、フルノ電機、アスナガ、ジャムコとかですね、まあ、こういったのが航空機関連ですね、出てます。以上です。以上16名からですね、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。